スワローズファンの皆さん、こんばんは。本日もスワローズの話題について見ていきましょう。本日の動画は故障者についてと、25日に行われた巨人戦の振り返りについてです。当チャンネルはスワローズファンが作るスワローズファンのためのチャンネルです。取り上げてほしい内容や動画の感想をぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。それでは本編を見ていきましょう。1. 故障者について。奥川くんの故障が発覚した24日、動画も出しましたが、コメントでもいろんな意見が寄せられました。失意のどん底にいた私ですが、本日25日の練習で奥川くんがキャッチボールをしており、記事でも大丈夫ですと話しており、再び頭が真っ白になりました。軽症なのか、昨日受診した検査結果がどうもなかったのか、とにかく全く情報が出てきません。今はファンが困惑しているだけということになります。今後も練習を見守りますが、ノースロー調整とは何のことだったのか、いずれにしろ本人や監督から何かしら発信を少しでも欲しいなと思いますね。続いて高橋奎二です。奥川くんの影に隠れて別メニュー調整となっており、朝からファンは大慌てとなりました。私も勘弁してくれってなりましたが、こちらも練習が始まると元気に笑顔でブルペンに入ってました。またインタビューにも答えており、ツイッターでも故障してませんと発信してくれて、みんな安心したと思います。田口選手もそうですが、今回のケケの発信もファンを安心させるための発言は本当に嬉しいですよね。メニュー表を見るのが怖くなります。この2日でファンの気持ちの波が激しいですし、一喜一憂してしまいますが、なんとか皆さんで一致団結して頑張りましょう。 2. 好調、巨人とのオープン戦の振り返り。どれだけ打ち込まれるか心配していたんですが、2対1で勝利しました。スワホースワローズとしてはチャンスを作りますが、若手主体の打線ではなかなかものにできずというゲーム展開となりました。投手陣が踏ん張り勝利できたのは良かったと思います。それでは投手陣から見ていきましょう。 3. 投手陣まとめ。まずは先発した小澤、3イニングを投げ被安打1、フォアボール0、無失点という素晴らしい結果でした。1回2回とノーヒットピッチングと完璧な投球。3回にはランナーを背負いますが、乱れることなくまっすぐのコントロールは安定しており、変化球は低めの両サイドに投げれていたと思います。最速141キロ、遅い球ではカーブが90キロ台で、約40キロの緩急も見せてくれました。打者の反応を見たい配球や変化球を試していたのかもしれませんが、球数がやや多いのが気になるくらいで、それ以外は完璧だったと思います。今まで投げた投手の中でぶっちきりで状態の良い投手だと思います。このままローテーションへ入ってほしい投手だと思います。間違っても昨年みたいにリリーフでは使わないでほしいなぁと思っています。2番手吉村投手、3イニングを投げ被安打1、四球1、奪三振3の無失点という内容でした。初回の先頭バッターにファーボールを与えてしまいますが、そんなことを忘れるほどの素晴らしい投球を見せてくれました。まっすぐは最速151キロ、力強くコントロールされており、変化球は低めに集まっており、変化も大きいボールが多かったです。ワンバンのボールでもバッターは反応しており、内容は非常に良かったんじゃないかと思います。小澤同様、先発ローテーションにこのまま入ってほしいと思わせる素晴らしい内容でした。3番手は坂口、3イニングを投げ被安打0、フォアボール3、奪三振2で無失点の内容でした。前に投げた小澤や吉村と比べると荒れているように感じましたが、それが彼の良さだと捉えると、テンポよくバッターに向かっていく投球ができていたと思います。特に左バッターの外角に投げるスイーパーが決まっている時は全く反応されていませんでした。このキャンプで取り組んだスイーパーが実戦でも使っていけそうだと思うので、非常に楽しみなボールを投げる存在が現れたと思います。また3イニングを投げたことから、おそらく先発として調整していると考えられます。フォアボールを出す時はコン負けというより
コントロールが定まらずどうしようもなく出している感じがあるので、ここはやはり修正が必要だと思います。用意どんでストライクが入らずという展開になりやすいリスクはありますし、球数がかさむためリリーフへの負担が増えてしまうことも予測されます。イニングまたぎもできるリリーフというのが現時点では現実味があるかなと思います。最後のバッターだった秋広に投げた外角のスイーパー、最高でした。投手陣をまとめますと、打線が好調だった巨人から被安打を2に抑え、最少失点で抑えられたのは良かったと思います。特に小沢、吉村は特に言うことがないレベルの投球内容だったと思います。坂口くんは面白いスイーパーを見せてくれましたし、順調だと思います。投げる投手によって調子のムラがありすぎますが、まとまっていると安心しますね。4野手陣まとめ。得点としては2点しか取れていませんが、巨人の投手の内容もめっちゃ悪いわけではなかったので、そこまで悲観的にならなくていいかなと思いました。若手が結果を残してほしい中、赤羽選手が2安打、増田選手がタイムリー、北村匠海選手がきっちり犠牲フライを打てたことが今回の収穫かと思います。また守備面ではキャッチャー松本がホームから一塁への牽制が2つあり、キャッチャー陣がしっかりこういったことをやってくれると本当に助かると思っています。西川選手にも継続してヒットが出ていますし、早く主力組の打線も見たいですね。心配なのは長岡秀樹でしょうか。竹岡くんや内山くんはいい当たりが出ているんですが、長岡くんは打球があまり上がっていない印象です。まだまだこれからですが、兆しを少しは見たい気がしますね。5総括。試合内容としてはお互いに投手陣が踏ん張り、チャンスをものにできなかった試合だったと思います。スワローズからしたら、ここまで好調だったジャイアンツ打線を抑えれたのはスワローズの投手陣の状態が良かったからだと思います。この調子で投手陣は大崩れすることなくゲームを作ってほしいと思います。野手に関しては再三言っていますが、これから調子が上がってくると思うので、若手が結果を残せるか注目していきたいと思います。27日火曜日に韓国のチームとの練習試合、28日水曜日は練習があり、これで沖縄で行うキャンプも打ち上げとなります。最後までアピールしてもらい、怪我なくやりきってほしいと思います。少し早いですが、皆さんがこの沖縄キャンプを見て選ぶ MVP は誰でしょうか。また監督から選ばれそうな選手の予想でもいいのでコメントしてください。最後までご視聴ありがとうございました。